はい、皆さんこんにちは。レ不動産鑑定士講座で鑑定理論の講義を担当しております不動産鑑定士の川原です。では2020担当合格講座鑑定理論、第1回目ですね、講義を行っていきます。鑑定試験というのは、担当式試験と論文式試験の2段階選抜方式になっています。でこの担当合格講座というのは担当式試験の合格を目指して、まず初めに受けていただく、知識をインプットしていく講座ということになっていきます。なのでまずは担当式試験の概要から簡単に説明をしていきます。はい、画面を見てください。はい、担当式試験ですね。まずは、試験期日ですね。例年通りですと、皆さんが受けるべき担当式試験は、2020年の5月の10日ですね、第2日曜日、日曜日が試験予定日ということになってきます。例年母の日ですね、第2日曜日が試験日ですので、まだね正式には発表されていないんですけど、皆さんが受けるべき予定日は、2020年の5月の10日日曜日ということになってきます。常に逆算して意識することが重要ということになってきます。締め切り効果ということで、残り本試験まで何日なのか常に意識をしながら学習を進めていくことが重要、あっという間に本試験来てしまいますので、これ常に意識することが重要です。あと余談なんですけど、受験の手続きですね、通常2ヶ月ほど前の、本試験5月の2ヶ月ほど前の3月の上旬ぐらいが受験手続きの締め切りになっています。毎年ですね、何人か、受験手続き忘れてしまいましたって、いう方がいるんですけど、そればっかね私どうしようもできませんので、受験の手続きだけはですね、ぜひ忘れないようにしてください。3月の上旬ぐらいが、締め切りということになってきます。はい、では続いて、試験科目ですね。担当式試験は2科目、行政法規と鑑定理論ですね、2科目で試験が課せられます。行政法規というのは、建築基準法とか都市計画法とか、そういった不動産に関する37の法律について学んでいくのが行政法規という科目になってきます。一方、これから学んでいく鑑定理論というのは、不動産を鑑定評価するときの理論考え方を学んでいく、そういった科目ということになってきます。で、試験時間はと言いますと、それぞれ各科目、2時間ずつで問題を解いていきます。で問題の形式はと言いますと、5択のマークシート方式で各科目40問ずつ出題されます。他県試験とか受けられた方は4択、4つの選択肢から1つの正解者を選ぶ、そういった形式だったと思うんですが、鑑定試験、担当式試験は、5択ですね、5つの選択肢から1つの正解者を選ぶ、そういったマークシート方式になっています。で1問 2.5 点と配点されてまして、それぞれ40問で100点満点、2科目合計で合計200点満点で試験が課せられるということになってきます。ではどれぐらい点数を取れば合格することができるのかってことですね。合格ラインです。願書ですと総合点でおおむね7割、200点満点なんで140点が目安とされています。ただ鑑定試験というのは相対評価の試験です。行政書士試験みたいに、何点以上取った人全員からせるとか、そういった絶対評価の試験ではありませんので、問題が優しければ合格ラインは上がっていきますし、難しければ下がっていきます。例えば、平成30年度の本試験ですと、担当式試験ですね、じゃあ何点ぐらいで合格できたかと言いますと、200点満点中ですね、137.5点ですよね、7割弱ぐらいでもね、平成30年度ですと合格することができているということになってきます。あと願書には、科目ごとに一定の点数が必要と示されています。例えば、合格ラインが140点 で行政法規が100点満点で鑑定いるのが40点、さすがにこんな点数を取った場合には、鑑定いるの点数が足りないという形で、不合格ってこともあり得ると思うんですけど、じゃあ実際行政法規100点満点で鑑定いるの40点、こんな点数を取る、受験生がいるかというと、これいないです。こんな点数を取る人はいないです。なので科目ごとの一定の点数というのは基本的には考える必要がないものだと思ってください。はい、なので鑑定理論として目指すべきクリアポイントは、鑑定理論で40問中、28問ですね、7割70点クリアを目標に学習をしていくということになってきます。3割40問中12問間違えることができても、間違えても合格することができるんだということです。要は満点は不要なんでですね、7割クリアを目標に学習していくんだということになってきます。はい、ではですね、敵をやっつけるためにはですね、敵を知る必要がありますので、実際の本試験問題を確認していきます。はい、はい、こちら平成30年度の、実際の担当式試験の本試験問題ということになってきます。A4 版でわら版指摘な、そういった問題になっています。
こういった、国家資格の問題は、秘密保持のために刑務所内の印刷するところで作成されるなんて聞いたことあるんですけど、この問題もそうかもしれませんね。で、一応ね、見ていきますと、これ平成30年度の不動産鑑定試験の担当式試験の問題です。で、不動産の鑑定評価に関する理論、鑑定理論の、問題ということになっていきます。で、これね、満点、100点満点で、試験時間2時間ということですね。で、午前中10時から12時、2時間で行政法規解いていただいて、で1時間半の休憩を挟んで、鑑定理論は午後の1時半から3時半の2時間で問題を解いていきます。いくつか注意事項があるんですけど、例えば縦算、問題用紙34ページ、やっぱ40もありますので、それなりのこれ分量があります。あと、注意事項の縦読みのところですね。回答は回答用紙の記入要領に従って必ず黒の鉛筆 HB または B でマークする必要があります。シャーペンは使えないんですね。シャーペンは使えません。シャーペンはマークシートの読み取り機がシャーペンを読み取らないことがあるようでして、なので使うべき筆記用具は HB または B の黒の鉛筆を使う必要があります。なので、なかなかね、最近は鉛筆使用するのはないと思うんですけど、今から鉛筆を準備していただいて、レックの普段の答案練習会、答練からマークシートに鉛筆でマークして、こう鉛筆にね、慣れていくようにしてください。鉛筆準備して、実際の問題ですね、マークをしていくようにしてください。はい、じゃあ問題のちょっと形式を見ていきましょうね。いくつか問題の形式がありまして、じゃあまずは、5ページですね。はい、内容はね、全然わからないと思うんですけど、形式を確認していきます。で、5ページ、問題の6見てください。問題の6。括弧1から括弧5という形で、5つの選択肢が与えられてまして、問題文最後、誤っているものはどれかという形ですね。こういった形式のことを、これ、単純整合問題と言います。誤っているものもしくはね、正しいものを1つ選ぶ。こういった形式のことを単純整合問題と言います。続いてですね、すぐ上ですね。じゃあ問題の5を見ていきましょう。問題の5。まずは、いろはにほという形で5つの記述が与えられていて、で、括弧1から括弧5という形で、この5つの記述の組み合わせですね。例えば、括弧1、いとは、で、括弧2、ろと2みたいな形で、5つの組み合わせが示されていまして、で、問題文最後、正しいものをすべて掲げた組み合わせはどれか。こういった形式です。こういった形式のことを、組み合わせ問題と言います。正しいものもしくは誤っているものをすべて掲げた組み合わせを選ぶ組み合わせ問題と言います。はい、じゃあ続いてですね、では26ページですね、問題31見ていきましょう。はい、続いての形式はじゃあ問題31見てください。問題31、一定の記述が与えられていて、その記述の中でいろはという形で空欄が設定されています。で、括弧1から括弧5という形で空欄に入るべき語句の組み合わせが5つ選択肢として与えられていまして、で、問題文最後、次のいからはまでの空欄に入る語句として正しいものの組み合わせはどれか、こういった形式です。こういった組み合わせのことを、穴埋め問題と言います。はい、あともう一つ形式があります。鑑定理論問題40問のうち最後の2問ほどがその形式になってくるんですけど、では問題39見てみましょうね。問題39、数字が前提とすべき数字が与えられていまして、で、選択肢として、計算結果が括弧1から括弧5という形で計算結果が示されていまして、で、問題としましては直接還元法を適用した場合の収益価格として正しいものはどれか、正しい計算結果はどれかって形式ですね。こういった形式のことをこれ計算問題と言います。計算問題、高度な数学とか特に、必要はありません。微分とか積分とかね、そういったことまでは、やらされません。指則計算ですね。単純に足し算引き算割り算掛け算で計算できる。ただポイントは電卓を使うことができずに、手計算筆算で計算をしなきゃならないというのがポイントになってきます。要は最後の2問ほどですので、残り時間わずか限られた時間の中で手計算で計算をしていかなきゃならない。どうしてもやっぱり計算問題なので、こうケアレスミスとかをしやすい、要は難易度の高い形式がこの計算問題ということになってきます。
はい、では平成30年度においてこの4つの形式ですね、40問の中でどういった割合で出題されていたかといいますと、単純整合問題が14問、組み合わせ問題が21問で、穴埋め問題が3問で、計算問題がまあラストの2問という形で出題されています。まあ、例年だいたいこれぐらいの割合ですね。まあ、特にこの組み合わせ問題の問数が多いですよね。組み合わせ問題というのは確実な知識が一つあればそれをヒントに消去法的に正解詞を選ぶことができる、そういった形式です。確実な知識が一つあればそれをヒントにして消去法的に正解を導き出すことができるのが組み合わせ問題なので、鑑定理論の対策としましては過去問を中心に確実な知識を増やしていくことがポイントになってきます。要は10の不確かな知識よりも7の確実な知識で合格を目指すですね。より確実な知識をですね増やしていくことが重要となってきます。はい、では鑑定理論という科目の特性についてお話をしていきます。まず鑑定理論、どういった内容を学習するのかってことね。学習内容です。一言で言うならば鑑定理論の学習内容というのは不動産鑑定評価基準と留意事項について理解を伴わせて暗記をしていく、そういった学習内容ということになってきます。不動産鑑定士が鑑定評価する時の判断の拠り所となる、まあ、条文のようなものが不動産鑑定評価基準、まあ、略して基準とその弟分であります留意事項です。でこの基準留意事項について単なる丸暗記ではなくて理解を伴わせて暗記をしていくというのが鑑定理論の学習内容ということになってきます。で、鑑定理論というのは、担当式試験と論文式試験いずれでも出される、まあ、共通科目ということになっていきます。でこの論文式試験というのは、まあ、論文ですね、文章を書いていく試験なんですけど、じゃあ鑑定理論の論文式試験というのはなんか自分の考え方とか書いていくそういった試験かというとそうではなくて、鑑定理論の論文式試験というのは暗記してきた基準留意事項を現場で問題に合わせて吐き出していくのが鑑定理論の論文式試験ということになってきます。なんか自分の考えとか書くとかそういったことではなくて暗記してきた基準留意事項を問題文に合わせて現場で吐き出すのが論文式試験です。なのでこれ論文式試験合格するためにはこの基準留意事項の暗記というのがもう必須になってきます。この基準留意事項というのは試験員との共通言語みたいなものです。言語なんです。つまり自分の理解をしっかりと試験員にアピールするためにはこの共通言語であります基準留意事項を使っていかないとやっぱりねしっかりとした点数がもらえないんだということになってきます。なので論文式試験合格するためにはこの基準留意事項理解を伴った暗記というのがもう大前提必須となっていきます。一方担当式試験というのはマークシートでマークをしていきますので暗記はそれほど意識する必要はありません。どちらかというと理解を伴わせる部分ですかね、まあ、キーワードを中心に理解を伴わせるというのが担当対策としては重要になってきます。はい、続いて鑑定理論の、まあ、試験における位置づけですね。位置づけ、まずは、鑑定理論、担当論もいずれでも配点の半分を占める最重要科目ということになってきます。担当式試験は、行政法規と鑑定理論2科目ですので、まあ、配点の半分を占める当然なんですけど、論文式試験、まず行政法規という科目は担当式試験だけの科目ですので論文では出題されません。で一方鑑定理論というのはこう専門科目なので論文式試験でも出される。で加えて論文式試験は鑑定理論とともに民法経済学会計学計4科目で試験が課せられます。ただ鑑定理論は他の3科目と比べて問題数が多く論文式試験では出題されます。なので論文式試験、600点満点なんですけどそのうちの半分ですね300点が鑑定理論の配点ということになってきます。担当論文いずれのも配点の半分を占める最重要科目、つまり鑑定理論を苦手としているようですとなかなか合格は難しいんだということになってきます。でさらに鑑定理論は担当論文で学ぶべき知識は共通、アウトプットが異なるということになってきます。この後、テキストをお見せするんですけどこのテキスト、基本テキストは担当論文共通の基礎テキストということになってきます。つまり担当特有の知識とか論文特有の知識というのは基本的にはないです。担当論文で学ぶべき知識は共通ということです。
ただそれを試験委員にアピールする、アピールの仕方、アウトプットがマークシートでマークをするのか論文で文章を書いていくのか、その違いですよね。アウトプットが違うだけで学べき知識は担当論文で共通ということになってきます。なので担当を学ぶ上での戦略としましては、ぜひ担当式試験、担当段階で鑑定理論を得意にしてほしいんですね。つまり担当式試験のこう受かり方を意識してほしいんですね。受かり方です。例えば合格ラインが140点だとしましょう。で、行政法規が90点で鑑定理論が50点、合計140点、これ立派な合格だと思うんですけど、ただ行政法規というのは担当式試験だけの科目ですので、いくら得意になっても論文にはつながっていかないわけなんですね。一方鑑定理論というのは担当論文共通の科目ですので、つまり受かり方としましては、ぜひ合格ラインが140点ならば行政法規50点、鑑定理論90点みたいな形で鑑定理論の方を得意にして、ぜひですね担当試験に受かってほしいということです。担当段階で鑑定理論を得意にすればするほど、この論文の方につながっていく貯金になっていくということですね。なので、まずはね、担当に受かる、受かるのがまずね、第一優先なんですけど、ぜひやっぱ受かり方ですね、鑑定理論の方を得意にして、ぜひね、担当式試験を受かって、それが最終合格を近づけることにもつながってくるんだということになってきます。はい、では、続いて、コースの流れをね、ちょっと説明していきます。これから学んでいきます担当合格講座も含んだ、この担当のコースについての説明をしていきます。はい、まずは左からなんですけど、まずは初めに受けていただくべきものが、これから、受けていただくこの担当合格講座ですね。全34回です。鑑定理論が20回、行政法規が14回で全34回、まずは知識をインプットしていく、初めて受けていただくこの担当合格講座ということになっていきます。で、続いてこれと対をなす、答案練習会ですね。答練が担当基礎答練というものになってきます。それぞれ2回ずつで合計4回ですね。これ初めて受けていただく、答案練習会、答練ですので、範囲指定がありまして、内容的にも名前の通り基礎的な知識を、出していきます。で、こちらは自己採点の答練になりますので、マークシートの提出とか不要な、そういった答練になってきます。続いて、行政法規改正対策講座というのがあります。行政法規、法律を学ぶ学問です。法律というのは毎年毎年改正があります。で、改正分野というのは本試験で狙われやすい分野になってきますので、その対策を行っていくのがこの行政法規の改正対策講座ということになってきます。全1回ということになってきます。続いて、担当総まとめ講座というのがあります。それぞれ4回ずつで計8回ですね。名前の通り知識を総まとめ、再確認していくのがこの担当総まとめ講座ということになってきます。鑑定理論においては全4回なんですが、最終回4回目で計算対策を行っていきます。この担当総まとめ講座の最終回4回目で鑑定理論については計算対策ですね。先ほど40問中最後の2問ほどの計算問題の対策をこの総まとめ講座の方で行っていきます。で、続いて担当実践答練というのがそれぞれ3回ずつで計6回あります。本試験レベルの実践的な答案練習会ですね。受けていただきます。で、最後の仕上げですね。全日本担当公開模試ですね。全国レベルの模試を受けていただいて、で、最後5月の本試験に臨んでいただくということになってきます。一応こういったコースの流れになってきます。で、講義の時間なんですけど、まずこのピンクになっている部分ですね。こう上にインって書いてありますよね。こう知識をインプットしていくのがこのピンクの部分になります。で、このインプット講座については1回あたりの講義時間が 2.5 時間となっています。で、通信の場合にはその 2.5 時間1回分がユニット制、4ユニットで構成されています。つまり1ユニット35分前後で、で、かける4の4ユニットで1回分 2.5 時間の講義時間ということになってきます。なので、例えばこうユニット制に分かれているので、例えばこう朝ちょっと早く起きて1ユニット35分をまずは講義を聞いて、で、学校とか会社に、行って、で、帰宅をしてから残り3ユニットを聞くみたいな、そういったことができるわけなんですね。35分って、隙間があれば細切れ的にね、講義を受ける時間を入れ込むことができますので、特に通信の方はね、そういった形でですね、どん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 ですね、講義をね、受講する、進めていくようにしてください。
はい、で一方でこの黄色い部分ですね、実際問題を解いていく、まあ、アウトプット講座になってくるんですけど、こちらの問題を解いていく、答練だったり模試ですね、こちらはまずは2時間で40問問題を解いていただいて、で、50分の解説講義を受けていただく、そういった流れになっていきます。まあ、トータルすると、まあ、3時間ぐらいの講義時間ということになってきます。はい、でこの受講のペースなんですけど、特に通信生の方は、ね、でどういった形で、ね、進めていけばいいのかなかなか、ね、難しいと思うんですが、まずは、目安としましては、受講ガイドに、水道橋香港の生クラスの、スケジュールが掲載されていると思いますので、その生クラスのペースを参考にするというのがまず一つの目安ということになっています。あと、ね、一応のこう、ね、ざっくりとした目安を説明しますと、この担当合格講座というのは大きく、ね、まずこの担当合格コースというのは、まずこの担当合格講座と対応なす担当基礎訓練、ここまでが、まあ、担当の基礎を身につけるこう基礎期といいまして、でそれ以降がまあ完成期、ね、そういった大きく、ね、2つに分けることができます。でこの基礎期部分ですね、担当合格講座、担当基礎訓練ですね、この基礎期部分をいつから始めても、まあ、年内いっぱい、秋ぐらいから始めた方は1月いっぱいぐらいは伸ばしていいと思うんですけど、まあ、ざっくり言うと年内いっぱいにこの基礎期の部分を終わらせるというのが一つ目安だと思ってください。なので例えば春から始めた方は多分週1コマペースで紹介していただければ、年内いっぱいにこの基礎部分まで省略する、ね、終わらすことができると思います。で夏から始める方はそうですね、週2コマぐらいのペースで受講していただければ、ね、消化することができるはずです。で秋から始めた方はちょっと多めの週3コマぐらいで、で、まあ、1月いっぱいぐらいまでやっていただければ、ね、消化することができると思います。でいつから始めてもざっくり年内いっぱいでこの基礎期の分を終わらせて、で年明けからはもうみんな合流してこの、ね、行政法規改正対策講座以降を、まあ、ざっくりと週2コマぐらいのペースで受けていただく、そんなようなペースということになっていきます。いつから始めてもこの基礎部分までをざっくりと年内いっぱいに終わらせて、でそこから以降は年明けからは、まあ、週2コマぐらいのペースで消化していく、まあ、そんなようなペースということになってきます。でこの問題を解いていくアウトプットですよね、特にこの担当基礎答練なんですけど、答練というのはやっぱり、ね、問題を解いていきますので、やっぱりできる限りいい点数を取りたいと思って、ね、結構受け控えをしてしまう方がいるんですよね。やっぱしっかりと勉強してからいい点数を取りたいのでって形でなかなかね、問題解くのね、やらない、後ろ回しにしてしまったことがいるんですけど、ぜひですね、特にこの担当基礎答練は早い段階で、ね、解くようにしてください。受け控えをしないということです。もちろんいい点数を取りに越したことはないんですけど、それよりもやっぱりね、どちらかというと間違ってもらいたいんですね。早い段階で40問解くに慣れていただいて、しかも間違ってもらいたいんですよね。担当合格講座聞いて結構しっかりと理解してるつもりでも、いざ問題解いてみると間違ってしまうということがね、あり得るわけなんです。それでいいんです。間違って、あ、やっぱり講座では理解してるつもりでも、いざ問題解いてみるとこういったところで引っかかってしまうんだなってことを、その後の勉強にフィードバックしてもらいたいんですね。なのでやっぱできる限り早い段階で問題解いていただいて、こう間違ってもらって、じゃあ間違えないようにするためにはこの後どういった勉強していけばいいのかって形でこうフィードバックする。そのためにも特にこの担当基礎答練というのは受け控えすることなくですね、早い段階でですね、問題解くようにしてください。はい、でこの担当合格講座の受講の仕方なんですけど、鑑定論全20回ですね、予習はいりません。しっかりと復習を行うということです。できれば講義の時間の倍ぐらいの時間、まあ、1コマ 2.5 時間なので、その復習としてはまあ5時間ぐらいの時間をかけていただいて、ね、ぜひ復習をするようにしてください。で、この担当合格講座はとにかく、まあ、枝葉の部分は気にせずに、幹となる大枠をつかむってことを意識して、どんどんですね、学習を進めるようにしてください。細かいところを気にしてるといつまでたっても先に進めませんので、とにかくですね、細かいところは気にせずにどんどん先に進める、大枠をつかむということを意識してですね、幹となる部分を意識して学習を進めるということです。受験用語で全体を一通り学習することを回すというんですけど、どれだけ全体を数多く本試験まで回すことができるかというのが担当対策としては重要です。細かいところはこう何回しもすることによって、こう2回し目3回し目で分かってくるところもありますので、とにかく
一番初めの時にはこれ細かいところは気にせずに大枠をつかむところを掴むところを意識してどんどん先に進めるということです。なんていうのこうミルフィーユみたいにこう薄くでいいのでとにかく薄く薄くで、ね、繰り返し繰り返しておいていって、ね、層を重ねていくみたいな、まあ、そんなイメージでこう学習を進めていただくということです。細かいところは何回しもすることによって後々分かってきますので、まずは大枠をつかむということを意識して、ね、担当合格講座ですね、まあ、1回目の講義ですね、受講するようにしてください。はい、あとはそうですね、通信の方は質問ですよね、教えてチューターというですね、メールでの質問がありますので、回数制限ありませんので、もちろん勉強内容、あと勉強方法ですね、何でも結構ですので、そのメールでの教えてチューターと質問を使っていただいて、どんどんですね、質問するようにしてください。とこれからちょっと講義をしていくときに、鑑定理論については、マーカーを使っていきます。一応4色ほどですかね。ピンク、グリーン、ブルーとイエロー、あとちょっと太めの青と赤のペンですね、まあ、このあたりのペン使っていきますので、もしも準備できるならばですね、準備をしていただいた上でですね、これから受講するようにしてください。マーカーとしてはピンク、グリーン、ブルーとあとイエローですね、あとはちょっと太めの青と赤のペン使って講義をしていきます。はい、あとはじゃあ使用する教材を説明していきますね。お手元教材が、ね、いくつか届いていると思うんですが、じゃあまずは、2020の合格基礎テキストというものはお手元届いているはずです。はい、こちら講義で使用するメインテキストということになってきます。こちら講義で使用するメインテキストです。これ担当論文共通の基礎テキストということになってきます。一応形式を見ますと、じゃあ80ページを開いていただいて、80ページ開いていただいて、80ページ、はい、合格基礎テキスト80ページ開いていただいて、で、こう真ん中本文のところありますよね。で、こう実践で囲われた部分が上にありますよね。こちらが基準ですね、不動産鑑定評価基準を表しています。ですぐ下、点線で囲まれている部分がありますよね。こちらが弟部分留意事項を表しています。でちょっと横見出しのところを見ていただくと、こう担当出題年度というのがありまして、ですぐ下論文出題年度ってありますね。これ担当論文共通の基礎テキストですので、いずれの出題年度も示されています。でさらに効果形っていうのがありますよね。これ論文向けの補助教材の番号が示されてますので、担当対策としてはこの効果形というのは無視するようにしてください。あと横見出しにコメント等々が示されていることもあります。重要なコメントは、ね、適宜指摘をしていきますので、まあ、こういった本文の構成になっています。これが講義で使用しますメインテキストということになってきます。続いてお手元、2020の、パワーポイント画面集というのが、ね、お手元届いていると思います。これは今までお見せしてきたこのパワーポイントの画面ありますよね。こちらを冊子状態にしたものがこのパワーポイント画面集ということになってきます。まあ、復習の際の確認用のねものがこのパワーポイント画面集ということになってきます。続いて、はい、足別鑑定理論上下巻というのがお手元届いていると思います。足別鑑定理論上下巻というのがお手元届いていると思います。こちらは平成30年度までの過去問を分野別に一問一答形式に編集した過去問集ということになってきます。過去問を、まあ、一問一答形式の形に編集し直した、ね、過去問集ということになってきます。こちら講義では使用しないんですが、こう復習におけるメイン教材がこの足別鑑定理論ということになってきます。形式としましては、じゃあ上巻を使いまして、じゃあ上巻12、13ページ開いてみてください。はい、上巻12、13ページ開いてみてください。はい、これ見開きの形になってまして、で左が問題、右が解説ですね。こう丸バツで一問一答形式の問題になっています。で左ページ問題のところ、横見出しのところに、重要度が星の数でランク付けされています。星3つ2つ1つという形で重要度が示されています。星が多いほど重要度が高い、つまり星3つが一番重要度が高くて、で2つ1つという形で重要度が落ちていくということになってきます。で復習においてはこの足別を解いていただくんですけど、まずこの星1つですね、
これはやらなくていいものだと思ってください。これ過去問集なので網羅性の観点から載せているんですけど、星一つはやらないでください。こう無視してください。まあ載せなきゃいいんですけど、星一つは無視するようにしてください。ちょっと没問的な問題だったり、かえって理解をですね、紛らわしてしまうような、そういった問題になってますので、星一つの問題はねやらないでください。つまり復習の際に解くべき問題、星3つと2つということになってきます。特に1回目の復習の時には星3つだけで大丈夫です。1回目の復習の際は星3つだけで大丈夫ですので、鑑定理論の復習はこの足別鑑定理論を解いていく星2つと3つですね。特に1回目の復習はこの星3つですね、星3つをですねしっかり解いていくようにしてください。はい、あとは、そうですね、ちなみに足別の解説の方ですね、解説には、テキストの該当ページが示されています。先ほど言いました、基礎テキストの該当ページが示されています。なので、この足別特裁には、必ずこの解説に示されている合格基礎テキストの該当ページも合わせて確認するようにしてください。要は、足別過去問問題を解きながら、テキストを潰していく、そういった復習方法が鑑定理論の復習ということです。必ずこの掲載されている合格基礎テキストの該当ページも合わせてこう確認するようにしてください。問題を解きながら、過去問を解きながら基礎テキストを潰していく、それが鑑定理論の復習の仕方ということになってきます。はい、あともう一つだけ、緑色の小さい手のひらサイズのモバイル鑑定評価基準というのがお手元に届いていると思います。これ暗記用のツール本ということになってきます。特に論文式試験においては基準類事項ですね、しっかりと暗記していく必要があります。これ、覚えるべき基準類事項がね、手のひらサイズのものになっている教材ということになってきます。こちらも講義では使えません。これ暗記用のツール本ということになってきます。で、担当対策としては暗記はそれほど、意識する必要がないと先ほど説明したんですけど、とはいっても短期で最終合格する方はやっぱり担当段階から暗記をどんどん進めています。なのでぜひですね、やっぱりこれからこのモバイル鑑定評価基準を、携帯持ち歩いていただいて、やっぱ隙間時間ですよね、通勤通学隙間時間にこう開いていただいて、少しずつで構いませんので、この基準も文言ですね、暗記になれるようにしてください。こう最終合格するためにはこの基準類事項の範囲としては7割生徒としても7割ぐらい覚えていかないと、なかなか合格は厳しいものになってきますので、ぜひ早い段階から担当段階からですね、少しずつで構いませんので、こういったモバイル鑑定評価基準などを使っていただいてですね、暗記を進めていくようにしてください。はい、以上が、教材の説明ということになってきます。はい、じゃあちょっと一旦これで切っておきましょう。はい、以上をもちまして第1ユニット講義の方を終了いたします。はい、では第2ユニット講義の進めていきましょう。鑑定理論の全体構造を少しお話していきますので、今回だけちょっとこのモバイルを使いまして、こう鑑定理論の全体構造を説明していきます。でもしも、ちょっとモバイル用意していただいて、で、表紙めくっていただいて、で、端書き本書の特徴等々が示されていると思います。また飛ばしていただいて、目次がありますので、モバイルの目次を見てください。はい、今回だけですね、ちょこっとだけモバイル使っていきます。はい、モバイルの目次のところですね、表紙めくっていただいて、で、端書き等々も飛ばしていただいて、目次のところを見てください。鑑定理論の構造としましては、大きく左ページ総論というものと、でページ進んでいただいて、こう格論という形で大きく分かれてきます。鑑定理論は大きく総論と格論に分かれてきます。総論というのは全ての不動産共通の考え方を学んでいくのが総論ということになってきます。総論というのは全ての不動産共通の考え方を学んでいくのが総論です。それを踏まえて、格論というのは個別具体的な案件ごとの鑑定評価額の求め方を学んでいくのが格論ということになってきます。総論が全ての不動産共通の考え方で、それを踏まえて格論というのが個別具体的な案件ごとの鑑定評価額の求め方が示されています。で、戻っていただいて、総論というのは、第1章から第9章という形で9つの章から成り立っています。一方、格論というのは、ページ進んでいただいて、第1章から第3章という形で3つの章から成り立っています。総論が9章、格論が3章、
つまり全部で9たす3で12の章から鑑定理論は成り立っています。でこの12の章ですね、どういった割合で問題が出されているかと言いますと、はい、平成30年度の本試験ですと、全ての章から問題が出されています。つまりやらなくていい章というのはないです。全ての章から問題が出されています。やらなくていい章というのはないということです。ただ出題数が多い章というのがあります。それが総論第5章と7章、あとは各論第1章ですね。総論第5章7章、各論1章ですね。この3つの章で平成30年度は半分、5割を占めています。例年だいたいこういった割合ですね。なので特に総論第5章7章、各論第1章が重要となってくる。まあ、メリハリという意味ではこの3つの章を重視して学習を進めていく必要があるんだということです。論文式試験でもこの3つの章はやっぱり出題可能性が高い章ということになってきますので、担当論文通じてこの総論5章7章、各論1章は重要な章になってきますので、しっかりとこの3つの章については意識をして、ね、学習を進めていく必要があります。はい、ちょっと前置き長かったですね。では中身入っていきますので、お手元合格基礎テキスト準備してください。合格基礎テキスト準備してください。で目次等々を飛ばしていただいて、1ページ開いてください。はい、テキスト1ページを開いてください。合格基礎テキスト、目次等々を飛ばしていただいて、テキスト1ページ開いてください。はい、よろしいでしょうか。テキスト1ページを開いてください。はい、よろしいでしょうか。ではまずは総論第1章、不動産の鑑定評価に関する基本的考察を学んでいきます。鑑定評価に関する基本的な考え方ですね、それが総論第1章ということになっていきます。では本書で学習することとなっている文書のところを見てください。第1章で学習することは不動産の鑑定評価に関して最も基本的なものです。ベーシックなものです。この章は第2章以降を理解する上での重要な前提となり、不動産鑑定評価基準を体系的に理解する鍵となりますとなっています。総論第1章というのは総論の中の総論と呼ばれるものでして、2章以降の具体的な概念の理論的根拠、まあ、鍵が示されているのがこの総論第1章ということになってきます。続きの文章、ただしこの章は抽象的な記述が多く、基準の中でも難解な章ですとなっています。理論的根拠なので、こう抽象論なんですね。こういきなり内容としてはね、ちょっと分かりにくい章になってきます。で最終段落、第2章から第9章の学習を一通り終わらせてからもう一度確認するようにしましょうとなっています。2章以降の具体的な概念を学んだときに必ず理論的根拠としてこの1章に戻ってきます。戻ってきたときに迷子にならない程度に1章については理解をしてもらいたいということになってきます。必ず2章以降の具体的な概念を学んだときに1章に戻ってきます。戻ってきたときに、ああそういえば1章でこんなことやったな、思い出せる程度にしっかりと理解をしておくのが1章でのこれポイントということになってきます。はい、で下に、担当式試験の出題数が示されています。で今これ収録しているのが、2018年度にも収録していまして、で、直近皆さんが受けるべきものは2020年度 で直近の本試験は2019年度なんですけど、これまだ実施されていない時期にこう収録しています。新しい元号ですよね、2019年度は。で、直近の新しい元号元年の本試験の問題数は、担当総まとめ講座のテキストの方で示していきますので、そちらの方でちょっと確認するようにしてください。はい、では2ページ進んでください。はい、2ページ進んでください。第1章、不動産の鑑定評価に関する基本的考察です。でも初めにこう6行ほどの全文的なところがあるんですけど、こちらはこれから第1章でどういったことからを学んでいくのか、こう全文的に示されている基準になってくるんですが、いきなりなんですけど、こちらはあの試験対策上は飛ばすところだと思ってください。こちらね、試験対策として不要ということになってきます。はい、第1章ですね、4つの説から成り立っています。まずは大枠から下を映っていただいて、第1節というところを見てください。第1節は不動産とその価格について学んでいきます。まあ、客体ですよね、
不動産ってどういった概念なの、不動産の価格ってどういった概念なの、学んでいくのが第一節ということになっていきます。ちょっと5ページ進んでいただきまして、5ページ、はい、上第2節においては、不動産とその価格の特徴というものを学んでいきます。で、不動産ってどんな特徴があるの、不動産の価格ってどんな特徴があるの、それを学んでいくのが第2節ということになってきます。続いて12ページまで進んでください。12ページ、はい、12ページ第3節、不動産の鑑定評価です。まあ、行為そのものですね。鑑定評価ってどんな意義があるの、さまざまな鑑定から鑑定評価の意義を学んでいくのがこの第3節ということになってきます。で、最後14ページ進んでいただいて、第4節、不動産鑑定士の責務というものを学んでいきます。まあ、行為主体であります我々不動産鑑定士に課せられている責任義務、責務について学んでいくのが第4節ということになってきます。はい、じゃあページ戻っていただいて第1節から確認していきましょう。2ページ戻ってください。はい、2ページ戻っていただいて第1節、不動産とその価格、まずは不動産のあり方という概念について学んでいきます。では枠の中基準見てください。不動産は通常土地とその定着物を有、土地はその持つ有用性のゆえに全ての国民の生活と活動とに欠くことのできない基盤である。そしてこの土地を我々人間が各般の目的のためにどのように利用しているかという土地と人間との関係は不動産のあり方、すなわち不動産がどのように構成されどのように貢献しているかということに具体的に現れるとなっています。これから担当対策として重要なキーワードをマーカーしていきます。はい、4行目マークをしてください。不動産のあり方というところをマークをしてください。基準4行目不動産のあり方マークをしてください。はい、では冒頭1行目から見ていきます。不動産は通常土地と、建物等々に代表される定着物から成り立っています。まあ、皆さんがイメージする不動産もこの定義通りだと思います。で、続きの文章、不動産はその持つ有用性、有用性というのは役立つ性質ということです。例えば土地の上に建物を建てることができる、土地を使って農作物を育てることができる、そういった役立つ性質、有用性を持つがゆえに全ての国民の生活と活動とに欠くことのできないベースとなるものなんだ。そしてこの土地を我々がさまざまな目的のためにどう利用しているかという土地と人間との関係は不動産のあり方、言い方を変えると不動産がどう構成されどのように貢献しているかということに具体的に現れるとなっています。土地と人間との関係が不動産のあり方という概念に現れるんだということです。不動産のあり方というのはもう少し簡単な表現で使う言うならば、皆さんが目にする街並みのことです。不動産のあり方というのは街並みのことです。皆さんが目にする街並みが不動産のあり方です。つまり街並みを見れば土地と人間との関係、不動産がどう構成されどのように貢献しているか把握することができるんだということです。例えば戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街、こういった街並みを見てみれば人は土地の上に戸建て住宅を建てるという形で不動産を構成し、戸建て住宅は人に対して住む場所を提供するという形で貢献しているんだなってことですね。戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街、こういった街並みを見れば人は土地の上に建物を建てるという形で不動産を構成し、で戸建て住宅は人に対して住む場所を提供するという形で、貢献しているんですね。土地と人間との関係が不動産のあり方、街並みを見れば把握することができる、そういった概念ということになってきます。はい、では続きの文章を見てください。内容ならく、この不動産のあり方は自然的、社会的、経済的、行政的な要因の相互作用によって決定されるとともに経済価値の本質を決定づけているとなっています。不動産のあり方、街並みは自然、社会、経済、行政的要因、要は多面的な要因が相互に作用することによって決まってくるんだということです。例えば自然的要因、山間部なのか平野なのかによって街並みが変わってくるというのはイメージできると思うんですね。あとは行政的要因、行政法規で学びますさまざまな法律、
法律移管によって、まあ、法律の規制移管によってやっぱり町並み不動産の在り方というのが変わってくるというのもイメージできると思うんですね。そういった多面的な要因が相互に作用することによって不動産の在り方、町並みというのは決まってくるんだとともに、不動産の在り方、町並みが不動産の経済価値の本質、いわゆる不動産の価格を決定づけるんだということです。不動産の在り方、町並みが不動産の価格を決定づけるんだ。つまり同じ形規模の土地でも都心の高級住宅街にある場合と地方の農村にある場合で価格が違ってくるというのがイメージできますね。同じ形規模の土地でも都心の高級住宅街にあるのか地方の農村にあるのかによって、要は町並み移管によって不動産の在り方移管によって不動産の価格というのが違ってくるんだということですね。そういったこれ意味合いということになってきます。とともにということですね、最終2行一方というところから見てください。一方、この不動産の在り方はその不動産の経済価値を具体的に表している価格を選択の主要な指標として決定されているとなっています。不動産の在り方、町並みは価格を選択の主要な指標として、主要なメインの選択肢を判断基準として、価格をメインの選択肢を判断基準として不動産の在り方、町並みというのは決まってくるんだということになっていきます。価格がメインの判断基準として不動産の在り方、町並みに影響を与えるんだということになっていきます。要は、はい、ちょっと画面を見てください。はい、これ不動産の在り方の二面性というものが示されていまして、多面的な要因が相互に作用することによって不動産の在り方、町並みを形成し、その不動産の在り方が不動産の経済価値、価格を決定するとともに、逆に価格が在り方、町並みに対して選択肢を判断基準として影響を与え合う、お互いに影響を与え合う、そういった二面性の関係が在り方と価格には認められるんだということになってきます。具体的にはこんな場合、例えば高級住宅街にある土地の価格は高くなり、経済価値の本質を決定づけるということね。町並みあり方が不動産の価格を決定するとともに、一方高い土地を購入した人は価格に見合った高級住宅を建築する、まあ、選択指標として影響を与える、要はそれなりの金額を出して買った以上、見合った使い方、高級住宅を建てる、つまり価格が選択肢を判断基準として町並み、在り方に影響を与えるんだ、お互い影響を与え合う、そういった二面性の関係が在り方、町並みと価格には、ね、認められるんだということになってきます。はい、まずは、不動産の在り方という概念ですね。要は、ね、皆さんが目にする町並みです。で、町並みを見れば土地と人間との関係を把握することができる。で、不動産の在り方と価格はお互い影響を与え合う二面性の関係が認められるんだというのが、この初めの基準の意味する内容ということになってきます。続いて3ページ移ってください。はい、今度は不動産の価格概念について確認をしていきます。はい、では基準、不動産の価格は一般に括弧1、その不動産に対して我々が認める効用、括弧2、その不動産の相対的希少性、括弧3、その不動産に対する有効需要の3者の相関結合によって生ずる不動産の経済価値を貨幣額をもって表示したものであるとなっています。はい、まずは、5行目ですかね、3者というところをマークをしてください。はい、上から5行目3者というところをマークをしてください。3者ですね。不動産の価格というのは3者が相関結合、お互い影響を与え合って結合することによって生まれた不動産の経済価値をいくらいくらという金額、貨幣額をもって表示したものなんだということになってきます。じゃあ3者というのは何なのってことですね。はい、マークしてください。2行目から効用、相対的希少性、有効需要ですね、合わせてマークをしてください。効用、相対的希少性、有効需要、合わせてマークをしてください。3者というのは効用、相対的希少性、有効需要を意味しています。じゃあそれぞれどういったこれ概念なのかってことですね。はい、下の説明文を移ってください。基準留意事項というのは単なる丸暗記じゃなくて、理解を伴わせて暗記をしていく必要がある。理解を伴わせるというのはこういった下の説明文のところをしっかりと理解するというのが、こう理解を伴わせるということになってきます。
でまずは効用ですね。効用、効用というのはその不動産が有用性を持っており、我々人間の働きかけにより日常生活や経済活動に役立つことです。はい、最後役立つというところをマークしてください。アンダーラインかなんかでマークをしてください。効用というのはズバリ役立つということです。そういった意味合いです。役立たないものにお金は出しませんよね。それが効用ということになってきます。効用というのはズバリ役立つことです。続いて相対的希少性です。我々人間の欲求との関係において存在量が相対的に有限であり、手に入れるためには対価が必要となること。はい、マークしてください。存在量が相対的に有限で、少し飛ばして対価が必要というところをマークをしてください。存在量が相対的に有限、対価が必要というところをマークをしてください。日本全国に土地は限りなくあると思うんですけど、例えばこうブランドショップを出店したい、そういった欲求との関係化すると、こうブランドショップを出店できる土地というのは限りがあるわけで、限りがあるからこそ対価を払って購入する人があるということですね。無限なものにはこう対価を払う人がないわけですよね。欲求との関係でやっぱり相対的に有限で、だからこの対価が必要ですね。それが相対的希少性ということになってきます。続いて3つ目、有効需要です。説明文、購入資金を持った買い主が市場に存在することです。冒頭、購入資金を持った買い主マークしてください。購入資金を持った買い主マークをしてください。要は単なる需要じゃなくて有効需要、つまりお金を持った買い主というのが有効需要ということになってきます。要は三者というのは役立つからこそ対価が必要で、それに対してお金を持った買い主がいて、それをね買ってくれるからこそ不動産の価格というのは形成されるんだということです。役立つからこそ対価が必要で、それに対してお金を持った買い主がお金を出してくれるからこそ不動産の価格は形成される。それが3者の意味する内容ということになってきます。でこういった説明文はこのキーワードを押さえるということですね。キーワードを押さえてそれぞれの概念を理解して、例えば効用の説明性として相対的希少性の本文が来た時に誤りだとね、こうたすきがけになった時に誤りだと判断できるようなこうキーワードを使ってしっかりとこう理解するというのが、こういった説明文ではポイントになってきます。はい、また上の基準戻っていただきまして、続きの文章下から3行目、そしてというところから見てください。そしてこの不動産の経済価値は基本的にはこれら3者を動かす自然的、社会的、経済的、行政的な要因の相互作用によって決定されるとなっています。不動産の経済価値は、不動産の価格は3者を動かす多面的な要因が相互に作用することによって決まってくるんだということです。まあ、要因サイドから言うならば、多面的な要因が3者を通じて不動産の経済価値、要は価格を形成するんだということになってきます。でちょっと要因と価格との関係が示されてまして、4ページ進んでください。4ページ進んでください。4ページ基準、不動産の価格とこれらの要因との関係は、不動産の価格がこれらの要因の影響のもとにあると同時に、選択指標としてこれらの要因に影響を与えるという二面性を持つものであるとなっています。はい、最終行、二面性というところをマークをしてください。二面性マークをしてください。はい、二面性マークをしてください。価格と要因との間にはお互い影響を与え合う二面性の関係が認められるんだということになってきます。はい、下の図のようなところを見てください。下の図のようなところを見てください。上から、多面的な要因が3者を通じて不動産の経済価値、価格を決定する、要因の影響下に価格があると同時に、価格が要因に対して選択指標として影響を与える、お互い影響を与え合う二面性の関係が要因と価格の間には認められるんだということになっていきます。例えばこんな感じです。はい、下の文章のところ、例えば不動産の取引に関する規制が緩和されると、これ行政的要因です。一般に不動産取引が増加し、不動産の価格は上昇する、価格が要因の影響下にあると同時に、不動産の価格があまりにも急騰してしまった場合、不動産の取引に関する規制を強化する政策が取られる。まあ、価格がまあ要因、行政的要因に影響を与えるんだということですね。お互い影響を与える二面性の関係が要因と価格には認められるんだということになってきます。間違いなし簡単ですね。価格と要因との間にはこうね、
価格が要因に影響を与えるが、要因が価格に影響を与えることはないみたいな、一方通行の関係なんだみたいなニュアンスの足ができた場合には、それ誤りなしということになってきます。これお互い影響を与え合う関係、二面性の関係が要因と価格には認められるんだということになってきます。はい、まずは第一節ですね、不動産のあり方という概念、さらには不動産の価格概念ですね、特に3社ですね、確認しておくということになってきます。はい、では続いて第2節移っていきましょう。5ページ進んでください。はい、第2節、不動産とその価格の特徴を学んでいきます。まずは不動産の特徴から学んでいきます。不動産の特徴を理解する前提として、はい、横見出し、真ん中あたりのコメントのところを見てください。コメント見てください。不動産の特性、特徴を理解するには、不動産を構成する基本的要素である土地の特性を理解する必要があります。先ほど冒頭で不動産というのは通常土地とその定着物を言うとありましたね。土地というのが不動産の基本的な、ね、構成要素になっています。なので不動産の特性特徴を理解するためにはその基本的な要素であります土地の特性を理解しておく必要があります。土地の特性が5ページ、この自然的人文的特性ということになってきます。これ土地の特性ですね、自然的人文的特性、まずは確認していきます。では枠の中は基準、では4行目括弧1というところから見てください。括弧1というところから見てください。自然的特性として、地理的位置の固定性、不動性、括弧非移動性、永続性、括弧普遍性、不動性、個別性、括弧非移動性、非代替性等有し、固定的だって硬直的である。括弧2、人文的特性として、用途の多様性、括弧用途の競合、添加美、併存の可能性、英語及び分割の可能性、社会的及び経済的位置の可変性等を有し、可変的だって伸縮的であるとなっています。はい、マーカーしてください。まずは4行目、括弧1冒頭。自然的特性というところと、あとは1行飛ばして、固定的、硬直的というところ。自然的特性で固定的、硬直的、マークをしていただいて、で、できれば対比的に色を変えていただいて、括弧2。人文的特性というところと1行飛ばして、可変的、伸縮的。対比的にマークをするようにしてください。自然的特性、固定的、硬直的で対比的に人文的特性、可変的、伸縮的、マークをするようにしてください。要は土地というのは固定的で硬直的な自然的特性と可変的で伸縮的な人文的特性、こう相矛盾する2つの特性を土地というのは有しているんだということになってきます。で、今読んだところでこう括弧書きの表現がいっぱい出てきましたね。こう括弧非移動性とか括弧非移動性、非代替性、でこれからも括弧書きいっぱい出てくるんですけど、鑑定理論においては、まあ、基準類似項においては括弧書きで重要な概念が示されるのが通常になってきますので、暗記をしていくときには括弧書きのところも省略せずに暗記をする必要があります。まあ、論文に向けてってことなんですけど、論文に向けて基準理事項を暗記する際には括弧書きも省略せずに暗記をしていく必要があるんだということになってきます。では自然的特性として具体的には5つで、人文的特性としては具体的には3つありましたので、それぞれの内容について確認をしていきます。はい、下の説明文を移ってください。まず自然的特性というのはどういったものかと言いますと、タイトルの横、土地そのものが有する本来的特性を意味しています。まあ、人で言うならば生まれ持った遺伝的な性格が自然的特性、そんなようなイメージです。で、まずは丸1、地理的位置の固定性、不動性、括弧非移動性です。本文、土地の地理的位置は固定しており、そうですね、それぞれの土地、北緯何度、東経何度という形で固定してますよね。それが地理的位置の固定性です。で、続いて、個々の土地を他の場所へ移動することは不可能である。例えば東京の土地を九州に持ち帰るなんてことはできないですよね。だからこそ不動産っていうわけですね。それがまさに不動性、非移動性ということになってきます。続いて、丸2、永続性、普遍性です。本文、土地は使用しても消耗し、枯渇することはなく、朽ちることもないとなっています。対比的に建物というのは使い続けると経年劣化、減耗し最終的に壊れてしまいますよね。一方土地というのは、まあ、崖崩れとかそういったイレギュラーのことはあるんですけど、基本的には使用してもすり減ったりなくなったり、まあ、壊れるってこともないんだってことですね。それが永続性、普遍性の意味する内容ということになってきます。続いて6ページ移ってください。
はい、丸3、不造成です。本文、日本の国土面積は埋め立て等により多少の変化は考えられるものの、全体量として大きく増減することはないとなっています。対比的にこういった一般の材、これフリクションマーカーですね。例えばこのフリクションマーカー、人気が出てきた場合には、この、ね、増産体制を整えて増やすってことはできるわけですね。一方で土地、例えば田園調布の土地、人気が出てきました。では田園調布の土地を埋め立てで作ることができるかというと、これは作れないですよね、田園調布の土地なんて。つまり土地というのは簡単には増やせないね、不造成、そういった特性を有しているのということになってきます。続いて丸4、個別性、非同質性、非代替性です。本文、個々の土地は他の土地と区別されるべき性質を有しており、全く同一の土地というものは2つと存在しないということになってきます。1番目の特性、地理的位置の固定性とありましたね。そういった意味では土地というのは物理的な意味において全く同質な代わりになるものはないんだということです。まあ、それを個別性と言います。で、この非代替性って表現ですね、ちょっとこれちょっと覚えておいてください。4章で、まあ、諸原則という内容があるんですけど、そこでここに関わってくるものがね、概念が出てきますので、まあ、個別性で、これ非代替性ですね。まあ、物理的な意味において代わりになるものはないんだってことで、この非代替性って表現をね、ちょっと頭の片隅に置いといてください。はい、続いて人文的特性ですね。はい、下移ってください。人文的特性見ていきます。人文的特性というのはタイトルの脇、人間と土地との関係から生じる特性ということになってきます。まあ、人が働きをすることによって生まれてくる特性が人文的特性です。人で例えるならば、親の育て方以下によってね、変わってくる特性がね、人文的特性、そんなようなイメージです。で、丸1、用途の多様性、用途の競合、天下部、併存の可能性です。本文、ある土地について用途が競合、商業地等、住宅地等、転換農地から宅地等、併存、店舗付きマンション等、シールとなっています。やっぱ対比的にこういった一般の材ありますよね。通常一般の材はこう一物一用途ですね。このフリクションマーカー、マーカーするというですね、まあ、一つの使い方しか一応考えられないのが通常なんですけど、一方土地というのは人が働きかけをすることによって、同じ土地でも商業地として使えることもあれば住宅地で使えることもあったり、あとはもともと農地だったのに人が働きかけをすることによって宅地にすることもできたり、さらに人が働きかけをすることによって1階コンビニ付きのマンションなんかですね、併存なんかも考えられる。人が働きかけをすることによって様々な用途が考えられる。これが用途の多様性ということになってきます。続いて丸2、併合及び分割の可能性です。土地は一旦区画されたとしても必要に応じて併合分割しているんだということになってきます。この間まで、まあ、狭い、ね、土地同士隣り合っていたのに、人が働きかけをすることによって、まあ、広い土地に併合したり、もしくはこの間までこうだだっ広い1000平米の土地だったのに、こう使い勝手が悪かったので人が働きかけをすることによってこう、ね、例えば6区画に分割したりとか、人が働きかけをすることによって併合したり分割したりすることができるってことですね。これが併合分割の可能性ということになってきます。丸3、社会的部、経済的位置の可変性です。本文、土地は周辺の環境条件の変化に伴ってその最適な用途が変化するなど、社会的部、経済的に位置づけは変わりうるとなっています。横目出しコメントのところ、具体例の方が分かりやすいと思います。横目出しコメントのところを見てください。社会的部、経済的位置の可変性の例としては、郊外の大型ショッピングセンターが開店したことにより、駅前商店街が衰退することが挙げられるとなっています。もともと駅前商店街、地域の中心で、価格水準も高かったのに、人が働きかけすることによって郊外の大型ショッピングセンターができてしまったことによって、駅前商店街がこうシャッター通りになってしまって、地域の中心からね、中心でなくなってしまって、で、価格水準も下落してしまうということね。人が働きかけすることによって土地というのは社会的経済的位置が変わりうるんだということになってきます。これ3番目ですね、社会的経済的位置の可変性ということになってきます。これの特性はやっぱり覚えるというよりも、それぞれ、あ、こんなような特性かなってまずはイメージできれば十分ということになってきます。はい、で、5ページ戻っていただきまして、続きの文章ですね。はい、基準最終4行を見てください。基準最終4行を見てください。
不動産はこの土地の持つ所得性に対応する特定の自然的条件および人文的条件を予見として利用され、その社会的及び経済的な有用性を発揮するものである。そしてこれらの諸条件の変化に伴って、その利用形態並びにその社会的及び経済的な有用性は変化するとなっています。今まで、自然的人文的特性というものを、ね、確認してきたんですけど、今読んだ4行の中で条件というものが出てきました。それは横目出し言葉の意味、条件とは土地の特性が不動産に作用して個別具体的に表現された状態を指しますとなっています。特性というのが抽象論で、それが個別具体的に不動産に現れたものが条件と言います。もう一度最終4行、不動産は自然的人文的特性に対応する特定の自然的条件人文的条件を要件は前提として利用されることによって、社会的経済的な有用性、要は経済価値が認められるんだということになってきます。そしてこれら諸条件の変化に伴って、まあ、前提とする条件が変化すれば、その利用形態、社会的経済的な有用性、要は価格水準も変化するんだということになってきます。はい、これ土地の特性ですね。自然的人文的特性ということになってきます。はい、ちょっと一旦ここで切っておきましょう。はい、以上をもちまして第2ユニット講義の方を終了いたします。はい、では第3ユニット講義の進めていきましょう。今、不動産の特徴、基本的な要素であります土地の自然的人文的特性ですね、一通り確認しましたので、続いての不動産の特徴ですね。ではテキストの、6ページ開いてください。テキスト6ページ開いてください。はい、下ですね、不動産の地域性と書かれているところを見てください。これ不動産の特徴の一つということになってきます。はい、不動産の地域性というところを見てください。はい、では基準確認していきます。基準、不動産をまたその自然的条件及び人文的条件の全部または一部を共通にすることによって、他の不動産とともにある地域を構成し、その地域の構成分子としてその地域との間に依存補完等の関係に、およびその地域内の他の構成分子である不動産との間に共同代替競争等の関係に立ち、これらの関係を通じてその社会的及び経済的な有用性を発揮するものである。不動産の地域性と言います。7ページ横見出し上のコメントのところを見てください。7ページ横見出し上のコメントのところを見てください。不動産は他の不動産と無関係に独立して存在するというものではありませんとなっています。つまり不動産は一匹狼的に価格が形成されるのではなくて、他の不動産との関わりの中で価格というのが形成されるんだということで、つまりは、はい、横の図見ていただいて、不動産というのは似たような使われ方をしている不動産同士が集まって一定の地域を構成し、でその地域との間に依存補完ですね、時には助けてもらって時にはサポートするって関係、依存補完、さらには地域への他の不動産との間に共同代替競争等ですね、時には協力し合い時にはライバル関係に立って、こういった関係を通じて不動産の価格というのは形成されるんだ。これが不動産の地域性ということになってきます。なので要は不動産の地域性というのは、ちょっとメモ書きしていきましょうね。はい、では不動産の地域性と黒帯のタイトルのすぐ下あたり、1行ほどスペースがあると思うんですけど、これ今メモ書きしていきます。不動産の地域性というのは、不動産は地域の特性の影響を受けて、地域の特性の影響を受けて価格が決まるということです。価格が決まるとメモ書きしてください。不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まる、これが不動産の地域性を意味する内容ということになってきます。不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まる、これが不動産の地域性ということになってきます。はい、メモ書きしておいてください。
不動産は一匹狼的に価格が決まるんじゃなくて、似たような不動産投資が集まって一定の地域を構成して、その地域との間の依存補完等の関係、さらには地域内の他の不動産との間の共同代替競争等の関係を通じて価格というのが形成されない。要は不動産の地域性というのは、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まる、これが不動産の地域性ということになっています。でこういった不動産の特徴というのは、じゃあそういった特徴を有してますねと終わりじゃなくて、じゃあそういった特徴を踏まえて鑑定士として評価にあたってどういった点に注意しなければならないのかと、こう結論にまでつなげていく必要があります。ああそういった特徴がありますね、じゃあそれを踏まえて評価にあたっては不動産鑑定士としてはどういった点に注意して評価を行う必要があるのかというところまで、ね、考えていく必要があります。でどうでしょうか、皆さん不動産鑑定士になって不動産というのは地域の特性の影響を受けて価格が決まってくるんだ、これ不動産の地域性ですであるならば、鑑定士として評価の立てはどういった作業が必要になってくると思いますかね。こういった不動産の地域性を踏まえて皆さんが不動産鑑定士で適正な価格を求めるためにはどういった作業が必要になってくると思いますかね。不動産の地域性、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まる、であるならば不動産鑑定士として適正な価格を求めるためには、そもそも不動産がどういった地域に存在していて、その地域はどういった特性を有していて、その地域の特性が不動産にどういった影響を与えるのかということをしっかりと分析していく必要があるんだ、こういった結論につながっていきます。不動産の地域性というのは、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まるんだ、であるならばそういった特性を踏まえて不動産鑑定士が適正な価格を求めるためには、そもそも不動産がどういった地域に存在していて、その地域はどういった特性を有していて、その地域の特性が不動産にどういった影響を与えるのかということをしっかりと分析していく必要がある、こういった結論につながっていきます。これ6章で地域分析というのを学びます。その内容ということになってきます。今こうメモとかする必要ありませんので、6章で地域分析ということをやりまして、そこで必ずこの不動産の地域性戻ってきますので、不動産の地域性というのは、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まるんだということですね。この特徴ですね、特性しっかりと押さえておいてください。はい、ではこの不動産に与える地域の特性ですね、どういったものが考えられるのかということです。はい、7ページ移ってください。はい、地域の特性について確認をしていきます。はい、7ページ、地域の特性というところを見てください。このような地域には、その規模、構成の内容、機能等に従って各種のものが認められるが、そのいずれもが不動産の集合という意味において、個別の不動産の場合と同様に、特定の自然的条件及び人文的条件との関係を前提とする利用の在り方の同一性を基準として理解されるものだって、他の地域と区別されるべき特性をそれぞれ有するとともに、その他の地域との間に相互関係に立ち、この相互関係を通じてその社会的及び経済的位置を占めるものである、地域の特性ということになってきます。地域というものには、まあ、規模、まあ、規模の大小、あとは構成の内容、例えば店舗事務所メインなのか、まあ、戸建て住宅マンションメインなのか、まあ、構成の内容、さらには機能、ベッドタウンとしての機能なのか、首都機能なのか等々によってさまざまな地域というのが考えられるが、いずれもが不動産の集合、集まりという意味で捉えるならば、個々の不動産にそれぞれ個性があるように、集合、集まりという形で地域を捉えると、利用の在り方の同一性、同じような使われ方をしている不動産同士の集まりという形で、ね、地域を捉えるならば、それぞれの地域において他の地域と区別されるべき特性というものが認められて、その特性を比較することによって相互関係を通じて、それぞれの地域の社会的経済的な位置、要は価格水準が違ってくるんだということです。地域の特性と言います。例えば、8ページ移っていただいて、8ページ、はい、上の図のところを見てください。8ページでは ABC3 つの地域があります。 A 地域というのは駅前の店舗が立ち並ぶ地域です。 B 地域というのは少し郊外の戸建て住宅が立ち並ぶ地域です。 C 地域というのは駅前の事務所ビルが立ち並ぶ地域です。それぞれ地域の特性が認められて、この地域の特性を比較すると、一般的には駅前の店舗だったり事務所が立ち並ぶ A 地域、C 地域よりも少し郊外の戸建て住宅が立ち並ぶ、まあ、B 地域の方が価格水準が低い傾向にあるということですね。それぞれの地域の特性を比較することによって、相互環境を通じてそれぞれの地域における、まあ、社会的経済的位置、まあ、価格水準の違いが生まれてくるんだということになってきます。
で、この地域というのが捉え方以下によっていろいろな地域が考えられます。7ページに戻っていただいて下の説明文のところを見てください。はい、7ページ下の説明文のところを見てください。地域は特定の自然的条件や人文的条件の全部または一部を共通にすることにより成り立っており、自然的条件を前提にして構成される武蔵野台地、最上川流域等といった地域や行政により区画される東京都を8ページ。大阪府等の地域が考えられる。また日常生活品の小売店舗を中心として構成される〇〇駅前商店街といった地域等も考えられる。このように地域を分別して認識する場合、その把握の観点の違いによって地域には種々のものが考えられ、一般に不動産は異なった観点から把握され地域に重なって属しているのであるとなっています。はい、最終2行をマークしてください。一般に不動産は異なった観点から把握され地域に重なって属しているというところをマークをしてください。最終2行、一般に、不動産は異なった観点から把握され地域に重なって属しているというところをマークをしてください。不動産というのはただ唯一の地域に属しているんじゃなくて、さまざまな観点からの地域に重なって属しているのが通常なんだということになってきます。例えば今私がこれ収録しているのは東京23区の中野区内の、ね、レック本社ビルで一人寂しく収録しているんですが、じゃこのレック本社ビルを対象不動産としてどんな地域に属しているかというのを考えていきましょう。まずは、じゃ自然的条件ということを考えてみると、このレック本社ビルは、関東平野に属してますね。関東平野に属しています。であとはそうですね、じゃ行政区画という意味で行政的条件という観点が問われると、東京23区内、今中野区内というところに属しています。あとはじゃあ交通体系という観点から地域を捉えてみると、東京はこう東西に、中央線というのが走ってまして、ここは中央線沿線沿いになってきますので、そういったエリアに属しています。さまざまな観点からの地域に不動産というのは重なって属しているんですね。なのでこう間違いの足としては、ただ唯一の地域に属しているなんて足が出た場合のこう誤りの足ということになってきます。はい、まずは不動産の特徴ですね。土地の特性、自然的人文的特性、さらには不動産の地域性ですね、確認しました。では続いて不動産の価格の特徴を学んでいきます。今度は不動産の価格の特徴です。全部で4つ出てきます。これいずれも重要な価格の特徴ということになってきます。では8ページ下括弧1というところを見てください。まずは1番目の価格の特徴から確認をしていきます。8ページ一番下括弧1というところを見てください。で括弧1、不動産の経済価値は一般に交換の対価である価格として表示されるとともに、その要益の対価である賃料として表示されるとなっています。不動産の経済価値というのは、交換売買、要は手に入れることの対価である価格として表示されるとともに、その要益、これ使用収益の略です。要は借りることの対価である賃料としても表示されるんだということになってきます。不動産の経済価値は、交換売買、手に入れることの対価である価格、さらには使用収益、要益、借りることの対価である賃料として表示されるんだということになっていきます。でこの価格と賃料、根本的な違いがあります。はい、9ページ上説明文のところを見てください。9ページ上の説明文のところを見てください。はい、まずは価格から本文。不動産の価格は不動産が存続する全期間にわたって不動産を使用し収益することができることを基礎として表示する経済価値を貨幣額で表示したものであるとなっています。1行目、全期間というところをマークをしてください。全期間というところをマークをしてください。価格というのは、売買、手に入れることの対価ですね。手に入れたならば一生も自分のものとして使用収益できるわけですね。つまり価格というのは不動産が存続する全期間にわたって使用収益できることの対価が価格なんだということになってきます。全期間に対応した価値概念が価格ということになってきます。で対比的にした賃料というところを見てください。本文、不動産の賃料は上記全期間のうち一部の期間において賃貸借契約等に基づき不動産を使用し収益することができることを基礎として表示する経済価値を貨幣額で表示したものを主体とするものであるとなっています。やはり1行目、一部の期間というところをマークをしてください。一部の期間マークをしてください。
皆さんアパートマンション借りてこう月額の賃料とか払っていたりすると思うんですけど、それ1ヶ月間借りることの対価として賃料を払ってるわけですね。つまり賃料というのは例えば1ヶ月等々ですね、一部の期間に対応した価値概念が賃料なんだということになってきます。価格が全期間、賃料がそのうちの一部の期間に対応した価値概念です。これが両者の根本的な違い、要はちょっと横見出しのあたりね、目書きしましょうね。価格と賃料の根本的な違いというのは、前提とする、期間概念ですね。期間概念が異なるというのが両者の根本的な違いということになってきます。期間概念が異なるとメモ書きしておいてください。価格と賃料の根本的な違いは前提とする期間概念が異なるということになってきます。これが根本的な違いということになってきます。でこの違いがさまざまなところで理論的根拠になってきます。これ重要な違いということになってきます。この価格賃料の根本的な違い、期間概念の相違がさまざまなところで理論的根拠になってきます。なのでこの価格と賃料の根本的な違いですね、これはしっかりと理解をしておくようにしてください。私は今後も価格と賃料の根本的な違いは何ですかって聞かれたときには、前提とする期間概念が全期間と一部の期間で異なってくるんだってことね、これはしっかりと理解しておくようにしてください。でこの価格と賃料には一定の関係が認められます。8ページ戻っていただいて、下もう一度基準の続きですね。8ページでは基準の2行目そしてってところから見てください。2行目最後そしてから、そしてこの価格と賃料との間にはいわゆる元本と果実との間に認められる相関関係を認めることができるとなっています。マーカーしてください。まずは下から2行目、元本と果実とので少し飛ばして相関関係というところをマークをしてください。元本と果実とので少し飛ばして相関関係というところをマークをしてください。価格と賃料との間には元本と利子ですね、利子になるもん、元本と利子のような果実との間の相関関係というものが認められるんだということになってきます。どういったことかと言いますと、9ページ真ん中のこう時系列的な図のところを見てください。9ページ真ん中の時系列的な図のところを見てください。要は上、全期間に対応する元本である価格が上昇したならば、一部の期間に対応する果実であります賃料も上昇するでしょってことです。逆に一部の期間に対応する果実であります賃料が下落した場合には、その大元であります全期間に対応する元本である価格も下落するでしょうということです。つまり一方が増えれば他方も増える、もしくは一方が減れば他方も減る、そういった関係のことを元本果実の相関関係と言います。なので分かりやすく8ページ戻っていただいて、最終業相関関係の前にメモ書きで正位のって言葉を入れといてください。正位のって言葉を入れといてください。元本果実の正の相関関係です。一方が増えれば他方も増える、もしくは一方が減れば他方も減る、そういった正の相関関係が元本と果実との間には、価格と賃料との間には認められるんだということになってきます。ならばね、これで終わりじゃなくて、じゃあそういった特徴を踏まえて鑑定士としてはどういった点に注意して評価を行っていく必要があるのかってことですね。価格と賃料との間には元本果実の正の相関関係が認められます。であるならば、しっかりと価格を把握すればこの関係を使って一部である賃料を求めることができるんじゃないか、逆に一部である賃料をしっかりと把握すればこの相関関係を使って大元であります価格を求めることができるんじゃないかって考え方につながっていきます。それが9ページ時系列的な図のすぐ下の図のところを見ていただいて、要は果実である賃料からこの相関関係を使って価格を求めたり、逆に価格からこの相関関係を使って果実であります賃料を求めたり、これ価格賃料を求める手法というものをやります。7章で価格賃料を求める手法というものが出てきます。具体的には、収益還元法、積算法、利回り法って名称が付けられてるんですけど、今はねこんな具体的な名称いいので、7章で価格賃料を求める手法というものをやりまして、その中でこの元本果実の相関関係に着目して賃料から価格を求めたり価格から賃料を求める手法というのが出てきます。
必ずここに戻ってきますので、7章に行った時に元本果実の相関関係に着目して、価格だったり賃料を求めるやり方手法というのがあったなってことを思い出せる程度には、ここでですね、こう理解をしておくようにしてください。必ずここに戻ってきます。戻ってきた時に、あ、そういえばそういうことをやったなと思い出せる程度にしておくのが1章の復習ということになってきます。価格と賃料との間には元本果実の性の相関関係があって、この相関関係に着目して賃料から価格を求めたり、価格から賃料を求める手法というのがあります。それ7章であります。戻ってきますので、そういった手法があるなって、あったなってことを思い出せる程度にしておくのが1章の復習ということになってきます。戻ってきた時に迷子にならない程度にしておくのが1章の復習ということになってきます。はい、では価格の特徴の2番見ていきます。10ページ2番目の特徴ですね。10ページ上、括弧2と示されているところを見てください。括弧2というところを見てください。価格の特徴の2番ということになってきます。はい、では括弧2見てください。不動産の価格または賃料は、その不動産に関する所有権、賃借権等の権利の対価または経済的利益の対価であり、また2つ以上の権利利益が同一の不動産の上に存する場合には、それぞれの権利利益について、その価格または賃料が形成されうるとなっています。まずは最後、うるというところをマークをしてください。うるというところをマークをしてください。形成されうるのうるですね。最後、うるというところをマークをしてください。はい、まずは前半、不動産の価格賃料というのは権利もしくは経済的利益の対価なんだということです。権利というのは法的な裏付けがあるものでして、利益というのは、まあ、権利までは高められていないが、一般に取引価値のあるものを利益と言います。まあ、ただ何が権利で何が利益なんてものは聞かれませんので、まあ、価格賃料というのは権利利益の対価なんだということです。まあ、権利利益の対価でも一つのワードだと思ってください。まあ、重要なのは後半です。で、2つ以上の権利利益が同一不動産上に存する場合があって、それぞれの権利利益について価格賃料等々が形成これされることがありますよというのがうるです。まあ、逆に言うと必ず形成されるわけではないということを表しているのがこのうるという表現になってきます。例えば私が土地を持っていて、この土地を第三者に貸しました。そうすると同一土地上に私の土地の所有権と第三者が借りている権利、2つの権利が存して、それぞれについて価格が形成されることがありますよね。必ずじゃないということです。そういった特徴を表しているのが、この価格の特徴の2番ということになってきます。では、この価格の特徴2番を踏まえて、じゃあ皆さん不動産鑑定士で評価にあたっては、どういった点に注意しなければならないと思いますかね。価格賃料というのは権利利益の対価だ。さらには同一不動産上に2つ以上の権利利益が存する場合もあって、それにその場合にはそれぞれの権利利益について価格が形成されることがあるんだ。それが価格の特徴2番目ということですね。こういった特徴を踏まえて皆さん鑑定士ならば、評価からだってはどういった点に注意する必要がありますかね。どうでしょうか。まずはそもそも対象となる不動産についてどういった権利利益が損するのかをまず把握する必要がありますよね。価格賃料というのは権利利益の対価なので、対象となる不動産にどういった権利利益が損するのかをまずしっかりと確認する必要があります。で、確認した結果、この対象不動産に2つの権利が損する場合はあります。その場合にはどちらの権利が今回の評価の対象となる権利なのかも、ね、確認する必要があります。さらにはそれぞれについて価格が形成されるのかということも確認する必要があります。必ず形成されるわけではありませんので、まあ、確認する必要があります。これ8章で鑑定評価の手順というものをやるんですけど、その中で対象不動産の確認というものが出てきます。それが今言った内容です。その対象不動産の確認の理論的根拠がこの価格の特徴の2番ということになってきます。価格賃料というのは権利利益の対価で、同一不動産上に2つ以上の権利利益も損する場合があって、それぞれについて価格が形成されることがありますよ。形成されるであるならば、そういった点を踏まえて
不動産鑑定士はまずは対象不動産についてどういった権利利益が損していて、で対象不動産に2つの権利利益権利が損する場合には、今回の評価対象となるのはどちらの権利かというのを確認して、さらにそれぞれの権利について価格が形成されるのかまでしっかりと確認する必要があるということで、ね、対象不動産の確認ということです。8章で学びますね。これも必ず戻ってきますので、価格の特徴の2番理論的根拠になってきますので、価格の特徴の2番というのは、価格賃料は権利利益の対価で同等不動産上に2つ以上の権利利益が損する場合にはそれぞれについて価格が形成されることがあるんですよ。こういった特徴が価格の特徴の2番ということになってきます。はい、では今度は3番目ですね。10ページ下括弧3と示されているところを見てください。価格の特徴の3番確認していきます。ちょっと長めの基準なんですけど、一気に読んでいきます。括弧3というところを見てください。括弧3。不動産の属する地域は固定的なものではなくて、常に拡大、縮小、集中、拡散、発展、衰退等の変化の過程にあるものであるから、不動産の利用形態が最適なものであるかどうか、仮に現在最適なものであっても、時の経過に伴ってこれを持続できるかどうか、これらは常に検討されなければならない。したがって、不動産の価格または賃料は通常過去と将来となる長期的な考慮のもとに形成される。今日の価格または賃料は昨日の展開である明日を反映するものであって、常に変化の過程にあるものであるとなっています。価格の特徴の3番ですね。先ほど不動産の特徴として不動産の地域性というものを学びました。不動産の地域性ってどういった特徴特性でしたかね。メモ書き。不動産は地域の特性の影響を受けて価格が形成されるんだということですね。不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まる。でこの地域というのは固定的なものかというとそうではなくて、10ページ、常に拡大縮小集中拡散発展について変化の過程にあります。であるならば変化する地域の影響を受けて不動産の価格も、はい、最終業マークしてください。常に変化の過程にある。これがズバリ価格の特徴の3番ということになってきます。はい、10ページ最終業、常に変化の過程になる、マークをしてください。これが価格の特徴の3番ということになってきます。不動産は地域性、地域の特性の影響を受けて価格が決まる。で、その地域というのは固定的なものじゃなくて常に変化している。まあ、地域の特性も常に変化している。であるならばその影響を受ける価格も常に変化の過程にあるというのが価格の特徴の3番、意味する内容ということになってきます。で、踏まえて不動産鑑定士としてこの価格の特徴の3番を踏まえて評価にあたってはどういった点に注意しなければならないでしょうか。皆さんが鑑定士ならばこの価格の特徴の3番を踏まえて評価でどういった点に注意するでしょうか、ね、どうでしょうか。いや、地域は常に変化してその影響で価格も変化する。であるならば鑑定評価などってはもろもろの事柄について動態的に把握していく必要があるんだって結論につながっていきます。地域も変化してその影響で価格も変化する。なので評価にあたってはもろもろの事柄について動態的に把握していく必要があるんだということになってきます。地域はどう変化して価格もどう変化するのか動態的に把握する必要があります。なので担当の問題でなんか現状のみでよいとか将来考慮する必要がないとかそういったニュアンスの足が出てきた場合にはそれは誤りの可能性が高いということになってきます。評価にあたってはもろもろのことかについて動態的に把握していくべきというのがこの価格の特徴の3番の結論ということになってきますので、担当の問題で現状のみでよいとか将来考慮する必要がないとかそういったニュアンスの足が出た場合にはそれ誤りの可能性が高いということになってきます。ちなみにこの価格の特徴の3番を理論的根拠とする概念が横見出しコメントのところを見ていただいて、特に変動予測の原則総論第4章、価格地点総論第5章、時点修正総論第7章と関連しますとなっています。またこれら具体的概念を学んだときにやっぱり価格の特徴3番に戻ってきますので、価格の特徴3番というのは地域は常に変化していてその影響する価格も常に変化するんだというのが価格の特徴の3番ということになってきます。で今までの価格の特徴は、まあ、どちらかというと抽象的な価格の特徴だったんですけど、最後4番目は現実の価格の特徴ということになってきます。はい、11ページ括弧4というところを見てください。価格の特徴の4番目、まあ、最後だけ現実の価格の特徴ということになってきます。はい、で括弧4、
不動産の現実の取引価格等は、取引等の必要に応じて個別的に形成されるのが通常であり、しかもそれは個別的な事情に左右されがちのものだって、このような取引価格等から不動産の適正な価格を見出すことは一般の人には非常に困難である。したがって不動産の適正な価格については、専門家としての不動産鑑定士の鑑定評価活動が必要となるものであるとなっています。ここだけ結論まで述べていますよね。市場で実際に現実に成立した取引価格等々というのは、個別的な事情によって個別的に形成されるんだということです。さまざまな事情のもと、さまざまな形で現実の価格というのは形成されるんだ。つまりは、例えば相続税払わなきゃいけないので、多少割安でも構わないという形で割安で売ってしまったりとか、あとはどうしてもその、ね、駅前の土地が必要なので、多少割高でも構わないという形で割高で買ってしまったりとか、さまざまな事情のもと、割安だったり割高という形で現実の価格というのは形成されることが多々あるんだということ。つまり価格の特徴の4番というのは、一言で言うならば、はい、下の説明文の4行目見てください。はい、下説明文の4行目。必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らない。そこをマークしてください。これがズバリ価格の特徴の4番、意味する内容です。必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らない。マークをしてください。これがズバリ価格の特徴の4番、意味する内容ということになってきます。現実に市場で発生した成立した取引価格等々というのは、さまざまな事情のもと個別に形成されるので、必ずしもその不動産の誰しもが納得する適正な価格を表しているとは限らないんだということになっていきます。なので結論が示されていますね。そういった取引価格から誰しもが納得する適正な価格を一般の人が求めることは無理なんだということね。非常に困難だからこそ、適正な価格については専門家であります我々不動産鑑定士の鑑定評価活動というのが必要になってくるんだということになってきます。価格の特徴の4番だけがもう結論までしっかりと示してくれています。ちなみにこう論文式試験において鑑定評価の必要性について述べなさいみたいな問題が出た場合には、もうズバリこの価格の特徴の4番のこれ6行ほどをねしっかりと論文に記述していけば、点数が、ね、しっかりともらえる回答になってくるんだということになってきます。はい、以上価格の特徴の4つ、これいずれも重要ですね。必ず2章以降の具体的な概念を学んだ時戻ってきますね。戻ってきた時に、あ、1番ってこんな特徴だったな、2番ってこんな特徴だったな、3番4番こんな特徴だったな、思い出せる程度にしておくのが1章の復習の仕方ということになってきます。はい、じゃあ一旦ここで切っておきます。はい、以上をもちまして第3ユニット講義の方を終了いたします。はい、では最後第4ユニット講義を進めていきます。では次の説ですね。テキスト12ページ進んでください。テキスト12ページ開いてください。はい、第3節、不動産の鑑定評価ですね。行為そのもの鑑定評価の意義について確認をしていきます。で、12ページ長々とした基準で、これ様々な観点からの鑑定評価の意義が示されています。でそれを取り出したものが、はい、13ページ上の説明文、鑑定評価の意義、丸1から丸5という形で5つの鑑定評価の意義が示されています。最後の5番目は4章で学ぶべき内容なんですけど、ここで合わせて確認をしていきます。はい、じゃあそれぞれどういった観点からの鑑定評価の意義が示されているのかってことですね。まずは丸1は、これ形式論としての鑑定評価の意義が示されています。ちょっと横見出しあたりに形式と目書きしておいてください。丸1は形式論としての鑑定評価の意義が示されています。1番目の鑑定評価の意義は形式論としての鑑定評価の意義が示されています。形式という形でこう目書きをしておいてください。はい、では形式論としての鑑定評価の意義ですね、丸1確認していきます。はい、丸1見てください。不動産の鑑定評価はその対象である不動産の経済価値を判定し、これを貨幣額をもって表示することであるとなっています。対象である不動産、略してこう対象不動産と言います。鑑定評価というのは対象不動産の経済価値を判定し、いくらいくらという金額、貨幣額をもって表示することなど、こう形式論としての鑑定評価の意義ということになってきます。なので、こう不動産の有効活用をアドバイスするコンサルティング業務というのがあるんですけど、不動産の有効活用をアドバイスするコンサルティング業務、これは鑑定評価には該当しないということです。経済価値を貨幣価格で表示してないですよね。
不動産の有効活用を示すにすぎませんので、コンサルティング業務は鑑定記録には該当しないということになってきます。はい、続いて2番目の意義はどういった観点からの鑑定評価の意義かと言いますと、2番目はこれ役割です。役割という観点からの意義が2番目の鑑定評価の意義ということになってきます。なのでこう役割と読み書きしておいてください。2番目の鑑定評価の意義は役割という観点からの意義が示されています。役割です。はい、では役割という観点からの鑑定評価の意義ですね、丸に見ていきます。丸に、不動産の鑑定評価はこの社会における一連の価格秩序の中で、その不動産の価格及び賃料がどのようなところにするかを指摘することであるとなっています。役割という観点からの意義ですね。世の中には、例えばお米1俵いくら、車1台いくらみたいに一連の価格秩序があります。その中で不動産の価格賃料がどういったところに位置づくのか、位置するのかを指摘していく、そういった役割を持っているのが鑑定評価の意義なんだということになってきます。世の中の価格秩序の中で不動産の価格賃料の適正なありどころ、位置づけを指摘していく、示していく、そういった役割を持っているのが鑑定評価なんだ。これがね、役割という観点からの、ね、2番目の意義ということになってきます。この役割という観点からの鑑定評価の意義と関連して、はい、下を映っていただいて、鑑定評価の社会的公共的意義というところを見てください。これ役割という意義と関連しています。では基準、それはまた、まあ、鑑定評価はまたこの社会における一連の価格秩序の中で対象不動産の価格の占める適正なありどころを指摘することであるから、その社会的公共的意義は極めて大きいと言わなければならないとなっています。価格秩序の中で不動産の適正な位置づけ、ありどころを指摘する、そういった役割を鑑定評価を持っています。例えばサラリーマンの年収の何倍ぐらいが不動産の価格なんです、そういったことを指摘することが鑑定評価ということですね。それ以下によって個人の幸福だったり社会の成長発展とかにも影響を与えます。そういった意味で鑑定評価というのは社会的公共的意義というのが大きいものなんだということになっていきます。これそういった内容ということになってきます。では続いて3番目の意義ですね。3番目は、これ市場代行機能という観点からの意義ということになってきます。市場代行機能ですね。市場代行機能という観点からの意義が3番目の意義ということになってきます。市場代行機能という観点からの意義が3番目の意義ということになってきます。最も重要な意義になってくるんですけど、3番目の意義はこう市場代行機能という観点からの意義です。鑑定評価というのは理想的な価格を求めるのが鑑定評価じゃなくて、市場で実際にある価格を市場に成り代わって求めていくのが鑑定評価なんだということになってきます。鑑定評価というのは理想的な価格を求める鑑定評価じゃなくて、市場で実際にある価格を市場に成り代わって求めていくのが鑑定が市場代行機能というものを有しています。そういった観点からの意義がこの3番目の意義ということになってきます。で、3番目、これピンクでマーカーしています。これは担当対策としてもぜひ暗記をしていただきたいね、そういった重要なものについてはこれから、ね、ピンクでマーカーしていきます。担当対策として暗記はそれほど、ね、意識する必要はないと、ね、先ほど説明したんですが、とはいっても最低限、まあ、一章はここだけです。本当は一章ここだけですので、頑張って担当対策としてもまずは暗記をしてほしいものを、ね、ピンクでマーカーしていきます。一章ここだけですので頑張って、まあ、50回ぐらい、ね、もうね、自分でこう、ね、繰り返し言っていただければ覚えられると思いますので、まあ、頑張って一章ここだけですので、ね、頑張って覚えてください。これ担当対策としても重要な鑑定評価の意義ということになってきます。はい、では丸さん読んでいきます。丸さん、不動産の鑑定評価とは現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成されるだろう市場価値を表する適切な価格を不動産鑑定士が的確に把握する作業に代表されるものであるとなっています。はい、重要な鑑定評価の意義ですね。市場代行機能という観点からの意義ということになってきます。
要は鑑定評価というのは、理想ではなく現実の社会経済情勢下で合理的な市場で形成される誰しもが納得する適正な価格を不動産鑑定士が的確に把握する作業に代表されるものなんだということになってきます。こう市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義です。理想ではなく現実の社会経済情勢下で合理的な市場で形成される誰しもが納得する適正な価格を鑑定士が的確に把握する作業が鑑定評価なんだということになってきます。頑張ってですね、担当対策としても重要ですので、この3番目の意義は頑張ってね、暗記をしていくようにしてください。はい、続いてマリオンですね。マリオンはどういった観点からの鑑定評価の意義かと言いますと、マリオンはこれ主体、つまり行為主体ということです。主体という観点からの意義が4番目の意義ということになってきます。行為主体ということになってきます。主体という観点からの意義が4番目の意義ということになってきます。ではマリオン、不動産の鑑定評価とは不動産の価格に関する専門家の判断であり意見であるということになってきます。鑑定評価というのは、鑑定士の判断意見を示すものなんだということになってきます。なので鑑定士判断意見介在させても構いませんので、同一の不動産について同一の依頼目的条件で複数の鑑定士に評価を依頼した場合に、それぞれの鑑定評価が異なってくるのは全然構わないということです。同一の不動産について同じ依頼目的条件で、2人の鑑定士に評価を依頼した場合、それぞれの鑑定評価が異なってきてもそれは全然構わない。なぜかというと判断意見が改善するのが鑑定評価なんだということになってきます。これ判断意見入れてはダメだと、もうコンピューターに任せたら終わりですよね。この判断意見を改善するところがある意味鑑定士のそれぞれの腕の見せ所ということになってきます。なので例えば間違いの足としては、鑑定評価額というのは客観的なものでなければならないので、評価のたっては不動産鑑定士は判断意見を改善させてはならないとか、そんなことはないです。鑑定評価のたっては判断ですね、意見しっかり入れて構わないということになっていきます。こういう主体という観点からの意義が4番目ですね。鑑定士の判断意見示すのが鑑定評価なんだということになってきます。はい、で最後丸5ですね、5番目、こちらはどういった観点からの意義かと言いますと、これは、適用過程ですね、形成過程ですね、価格形成過程、過程という観点からです。こちらは過程という観点、価格形成過程ですね、過程という観点からの意義が5番目の意義ということになっていきます。過程ですね、過程という観点からの意義ということになっていきます。形成過程ですね、形成過程、過程という観点からの意義ということになっていきます。はい、では5番目確認していきます。丸5、不動産の鑑定評価はその不動産の価格の形成過程を追求し分析することを本質とするものであるとなっています。3番目で鑑定評価というのは市場代行機能を有しています。市場での価格形成過程に成り代わって価格を求めていくのが鑑定評価なんだ。であるならば評価のだってはその市場での価格形成過程を追求分析することが必要なんだ、それを本質とするのが鑑定評価なんだというのがこの5番目の意義ということになっていきます。鑑定評価というのは市場代行機能を有しています。市場での価格形成過程に成り代わって評価を行っていくのが鑑定評価です。であるならば鑑定評価のだったらその市場での価格形成過程を追求分析することが必要です。それを本質とするものが鑑定評価なんだ。これが5番目過程という観点からの意義ということになってきます。はい、鑑定評価の意義5つですね、いずれも重要なんですけど、特にこの3番目ですよね、市場代行機能という観点からのこの鑑定評価の意義ですね、頑張って担当対策としても暗記ですね進めていくようにしてください。では最後14ページ移ってください。はい、第4節、不動産鑑定士の責務ですね、責任義務、責務について学んでいきます。こういう主体であります鑑定士に課せられる責任義務、責務について学んでいきます。で責務はこの3つのブロックから成り立ってますので、まずブロック分けをしていきます。まずは初めの4行第1段落ですね、斜線かなんか引いてください。ここまでが第1ブロックです、初めの4行ですね、4行目最後にこう斜線かなんか引いてください。ここまでが第1ブロックです。で5行目からずっと下を移っていただいて、こうカッコ1というのがあると思うんですけど、その2行ほどさらにって表現があると思うんですが、そのさらにの前で斜線をね引いてください。さらにの前までが第2ブロックです。
6行目からこのさらにの前までが第2ブロックですので、括弧1の2行ほど上、さらにの前でこう斜線をね引いてください。さらにの前までが第2ブロックで、さらに以降が第3ブロックですね。こう3つのブロックに分かれています。では第1ブロックから確認していきます。上戻ってください。で1行目から読んでいきます。第1ブロック、土地は土地基本法に定める土地についての基本理念に即して利用及び取引が行われるべきであり、特に投機的取引の対象とされてはならないものである。不動産鑑定士はこのような土地についての基本的な認識に立って不動産の鑑定評価を行わなければならない。これ第1ブロック、はい、1行目法律名マークしてください。土地基本法マークをしてください。法律名土地基本法マークしてください。第1ブロックは土地基本法からの要請責務が示されています。法律名土地基本法マークをしてください。土地基本法、こちらの行政法規で学ぶ法律です。中身はそちらで確認をしていただきたいんですが、要はこれバブルの頃にできた法律でして、例えば2行目、特に投機的取引の対象とされてはならない、こういった土地についての4つの基本理念が示されてまして、評価に立ってはその基本理念を踏まえて鑑定し評価を行わなければならない、そういった要請責務がこの第1ブロック、土地基本法からの要請責務ということになってきます。投機的取引の対象とされてはならない、こういった土地についての4つの基本理念が土地基本法には示されてますので、鑑定士も評価に立ってはそういった基本理念を踏まえて評価を行わなければならないというのが第1ブロックの意味する内容ですね。土地基本法からの要請ということになってきます。では第2ブロックですね、第2奈落5行目から見ていきます。さらにの前まで一気に読んでいきます。不動産鑑定士は不動産の鑑定評価を担当する者として十分に能力のある専門家としての地位を不動産の鑑定評価に関する法律によって認められ付与されるものである。したがって不動産鑑定士は不動産の鑑定評価の社会的公共的意義を理解し、その責務を自覚し、的確かつ誠実な鑑定評価活動の実践をもって社会一般の信頼と期待に報いなければならない。そのためにはまず不動産鑑定士は同法に規定されている通り良心に従い誠実に不動産の鑑定評価を行い、専門職業家としての社会的信用を傷つけるような行為をしてはならないとともに、正当な理由がなくてその職務上司に取り扱ったことについて知れた秘密を他に漏らしてはならないことは言うまでもなく、ここまでが第2ブロックということになっていきます。はい、では6行目法律名マークをしてください。不動産の鑑定評価に関する法律ですね、法律名マークをしてください。第2段6 2行目上からです。6行目不動産の鑑定評価に関する法律ですね、法律名マークをしてください。第2ブロックは不動産の鑑定評価に関する法律からの要請責務が示されています。不動産の鑑定評価に関する法律も行政法規で学ぶ法律です。やはり中身はそちらで確認をしていただきたいんですが、要は不動産の鑑定評価に関する法律で専門家としての地位が認められているんですね。であるならばそれに見合った責務を負いなさいというのが第2ブロックの責務を意味する内容です。専門家としての地位を認められている以上、誠実な鑑定評価を実践することによって、期待と信頼に報いなさいですね、そういった責務が示されています。第2ブロックで試験対策上重要なのが守秘義務ということになってきます。不動産鑑定士も守秘義務が課せられています。で守秘義務について述べられているのがさらにの上2行ですね、正当な理由がってところからもう一度見てください。さらにの上2行、正当な理由がってところから、こちらから守秘義務が示されています。正当な理由がなくてその職務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない、これが鑑定士に課せられている守秘義務です。はい、正当な理由がなくてというところをマークをしてください。さらにの2行ほどで正当な理由がなくてマークをしてください。鑑定士に課せられている守秘義務ですね、正当な理由がなくて知り得たことをですね漏らしてはならない、そういった守秘義務が課せられています。逆に言うと正当な理由があれば知り得たことを一定の場合ですね示しても構わないので、間違いの話としてまずはいかなる場合においても職務上取り扱ったことについて知り得たことを示してはならないというのは誤りです。正当な理由があれば示すことができます。ただ正当な理由が必要なので、例えばこんな話、
依頼者から要請された場合にはいかなることからも依頼者に示さなければならない。いくら依頼者からの要請でも正当な理由がなければ示すことができませんので、いかなる、ね、ことからもとなった場合にはそれは誤りということになってきます。これ鑑定士に課せられている守秘義務ということになってきます。こちらの行政法規でもこの守秘義務については学ぶはずです。続いて第3ブロックですね。さらに以降、こちらは今皆さんが学んでいる不動産鑑定評価基準、まあ、基準からの要請が第3ブロックです。第3ブロックは基準からの要請責務が示されています。5つの守るべき、まあ、事項、遵守事項が示されています。ではさらに以降ですね、第3ブロック、さらに次に述べる事項を遵守して資質の向上に努めなければならない。括弧1、高度な知識と豊富な経験と的確な判断力とが有機的に統一されて初めて的確な鑑定評価が可能となるのだから、普段の勉強と研鑽等によってこれを体得し鑑定評価の進歩改善に努力すること。まあ当たり前といえば当たり、道徳論ですね。まさにこう私に言われているようなことなんですけど、鑑定士になってからもまあ勉強研鑽によってですね、しっかりと鑑定評価の進歩改善に努めなさいということです。まあ道徳論が括弧1ということになってきます。で括弧2見てください。括弧2、依頼者に対して鑑定評価の結果を分かりやすく誠実に説明を行いうるようにするとともに、社会一般に対して実践活動をもって不動産の鑑定評価及びその制度に関する理解を深めることにより、不動産の鑑定評価に対する信頼を高めるよう努めることとなっています。まあ講談は道徳論ですよね。しっかり評価を行って鑑定評価の信頼を高めなさいということです。で前半、依頼者に対して鑑定評価の結果を分かりやすく誠実に説明を行いなさい。これは説明責任が示されています。なんか高尚な文言とか難しい言葉を使うんじゃなくて、鑑定評価の結果について依頼者に対して分かりやすく説明する、ね、責任を、ね、負っているんだということになってきます。鑑定士最終的な成果物としてはこう鑑定評価書という書類を作って、それを依頼者に交付するんですけど、それこそ何十年前はもうこう鑑定評価書を依頼者にこう、ね、もう送っちゃえば渡しちゃえば終わりみたいな時代があったんですけど、今はやっぱ説明責任が重要なので、やっぱ今、ね、依頼者のもとに、ね、赴いて、でそれこそ鑑定評価書を開いて一つずつこの、ね、数字はこういった理由で判断したんですよという形で、もう時間をかけてこう、ね、実際に依頼者に鑑定評価書の説明するというのが重要になってますので、やっぱこう説明責任というのは非常に重要な鑑定士の責務になっています。はい、あとはカッコさんですね。カッコさん、不動産の鑑定評価にあたっては事故または関係による利害の有無、その他いかなる理由に関わらず公平妥当な態度を保持することとなっています。どのような理由があろうといかなる理由に関わらず常に公平妥当な態度を保持して評価を行わなければならないというのが、まあね、3番目の遵守事項ということになってきます。今業界的に言われているのが依頼者プレッシャーというものが言われてまして、こう依頼者からこう高めに鑑定評価を出してくださいとか、そういった、ね、プレッシャーですよね、要請があるわけなんですね。そういった要請に迎合してしまって高めの不動産を安易に出してしまうと不当鑑定ということになってしまいます。確かに報酬をもらうのは依頼者からなんですけど、ただ依頼者の利益等と全く関係なく鑑定士というのは、常に公平妥当な態度を保持して公平中立な立場から誰しもが納得する適正な価格を求めていくのが鑑定評価なんだということになってきます。依頼者の利益になるような価格を求めるのが鑑定評価ではないですからね。確かに報酬をもらうのは依頼者です。ただあくまで鑑定士というのはいかなる理由にかかわらず常に公平妥当な態度を保持して、公平中立な立場から誰しもが納得する適正な価格を求めていくのが鑑定評価なんだということになってきます。依頼者の利益のために評価を行いなさいというのは誤りということになってきます。はい、じゃあカッコ4見てください。カッコ4、不動産の鑑定評価にあたっては専門職業家としての注意を払わなければならないこととなっています。要は専門職業家プロである以上プロとしての注意を払いなさいということです。例えば依頼者から提供を受けた資料を安易に信じてしまって、ね、それに基づいて間違えた鑑定評価を出すなんてことはしてはダメですよってことです。プロである以上安易に資料なんかも信頼するんじゃなくて、しっかりとプロとしての注意を払ってチェックをして、で評価を行いなさいねってことです。そういった責務が、ね、遵守事項が括弧4ということになってきます。で試験対策上重要なのが5番目の遵守事項です。
はい、15ページ、括弧5というところを見てください。こちらが一番試験対策上重要になってきます。括弧5です。自己の能力の限度を超えていると思われる不動産の鑑定評価を引き受け、または縁故もしくは特別の利害関係する場合と、公平な鑑定評価を害する恐れのあるときは、原則として不動産の鑑定評価を引き受けてはならないこととなっています。はい、下から2行目、原則としてというところ、マークをしてください。原則として、マークをしてください。原則として、マークをしてください。利害関係がある場合には、原則として鑑定評価を引き受けてはならないということですね。これ、受託責任が示されているんですけど、要は逆に言うと、利害関係があっても、一定の場合にはこれ鑑定評価を引き受けることができるね、そういったこれね意味内容です。これからもこの原則としてって文言がいろいろなところで出てきます。でこの原則としてって文言は間違いの足を非常に作りやすいね、そういったところになってきますので、これから出てくる原則としてもこう意識をしてこうしっかりと担当対策としてですね押さえておく必要があります。でどういった間違いのパターンが考えられるかと言いますと、はい、画面を見てください。この原則としてと文言を使った間違い足のパターンですね、大きく2つ。まず1つ目が原則例外を逆にするパターンです。こんなようなことですね。特別な利害関係をし公平な鑑定評価を害する恐れのある時においても公平妥当な態度を保持していれば原則として不動産の鑑定評価を引き受けても構わない、原則引き受けても構わないじゃないですね、原則引き受けてはならないですね。これ原則例が逆になっている誤りの足ということになってきます。でもう一つの間違いパターンが例外なしパターンということになってきます。こんなようなものです。不動産鑑定士は常に公平妥当な態度を保持しなければならず、特別な利害関係をする場合はいかなる場合だっても不動産の鑑定が引き受けてはならないとなっています。利害関係がある場合いかなる場合も引き受けたならじゃないですね、あくまで原則として一定の場合には引き受けることができます。例外がありますので例外をなしとしているこの足は、ね、誤りなしということになって、このように間違いなし簡単に作ることができますので、この原則としてって文言ですね、こう意識をして押さえていくようにしてください。はい、あと責務の問題というのは、ね、こういった行為は不動産鑑定士の責務として、ね、反するかみたいな、責務に反するかみたいな問題が出ます。こういった行為は責務に反するかみたいな問題が出たりします。そういった問題が出た場合にはあるいは常識論で判断するようにしてください。例えばこんな問題どうでしょうか。不動産鑑定士に課せられる責務は所属する事務所の大小によって異なってくる、どうでしょうか。不動産鑑定士に課せられる責務は所属する事務所の大小によって異なってくる、どうでしょうか。常識論、事務所の大小で鑑定士の責務とは違ってくるんでしょうかね。そんなことはないです。全然事務所の大小関係ないですね、もう同じ責務が課せられます。常識論で判断できますね。こういった問題が出ますので、ね、こういった行為は責務に反するか、そういった問題が出た場合には、ね、こう常識論で判断していくようにしてください。はい、以上が総論第1章ですね。冒頭で総論一章というのは総論の中の総論で、やっぱこう抽象論なんですよね。やっぱなかなか難しかったと思います。で、とにかく2章以降の具体的な概念を学んだときに必ず理論的根拠として1章に戻ってきますので、戻ったときに迷子にならないように、あ、そういえば不動産の特徴ってこんな特徴があったな、不動産の地域性ってこんな特性だったな、不動産の価格の特徴4つあったな、1番目ってこんな特徴だったな、2番目こんな特徴だったなぐらい思い出せる程度にしておけば、戻ってきてテキストを見たときに、あ、こんな特徴だったら思い出せる程度にしておけば、まずは1章の復習としては十分ということになってきます。で復習の仕方はもう大丈夫ですかね。この足別鑑定理論を解いていくということになってきます。で、このパワーポイント画面集ですね。パワーポイント画面集の扉の裏のページですね。ページめくると扉の裏。扉の裏に講義進度表が示されています。パワーポイント画面集の扉の、ね、表紙の裏に、講義進度表が示されています。各回で扱う章と、まあ、内容と該当する合格基礎テキストのページと、あと復習の際に解いていただきたい足別のページと番号が示されています。今回1回目解いていただきたい足別は上巻の4ページ足の1から38ページの足の113までが今回の範囲です。
今回1章ですね、1回目学んだ内容に対応する解いていただきたいですね足別は上巻の4ページ足の1から38ページの足の113ま でこの中で星3つと2つが解くべき足別で、星1つはやらなくていいですからね、星1つはやらなくていいです。しかも1回目の復習で解くべきものは星3つで大丈夫です。この該当箇所の星3つの足を解いてください。あの星2つというのは、全てを一通り学んだ後でないとわからないような、横断的な知識が必要な、そういった問題になってますので、まず1回目の復習は、この該当箇所の星3つのですね、足をね、解いていただいて、しっかり復習していくようにしてください。それが鑑定理論の復習の仕方ということになってきます。はい、では1回目の講義、ここまでにしておきます。はい、以上をもちまして第1回の講義を終了いたします。お疲れ様でした。